ここせがれ農家と非農家出身者の圧倒的な差こんにちは松本直之です今回はこせがれ農家いわゆる実家が農家でそれを後,後を継いで農業を始めるっていう人たちと実家が非農家で新しく農業の道にこう進んでいく参入していくっていう人とのその両者の差が ものすすごいいい大きいですよってて話をしてみたいと思いま,すまあ一般的に農業っていうと世襲制というか親が農家実家が農家でまあそこの長男坊がそれを後継いでやっていくいわゆる世襲をしていくっていうような農業が、まあ、ずっとそれが続いてきたわけですよ。で最近でこそいわゆるこういう非農家出身者がいて全く 実家が農家じゃないのに全く別のところから違う仕事をしてた人たちが農業の道に踏み込んでいくっていう例もなくはないですけどそれはあの全体としてはものすごく少数で今でもやっぱり大多数はいわゆるこれはあの統計的なものを見ればもちろん明らかで。 農水省が持っている統計データちょっとグラフとしては古いんですけどこういうものがあってあの1年間のいわゆる新規就農者新しく農業を始める人たちの人数を見てみると大体まあ年によってばらつきはありますけど6万人前後ぐらいなんですね。で6万人のうちのまあほぼ大多数がいわゆる新規就,まあ新規就農者。 あの実家が農家の人でそこに入って農業を始めるっていう人たちがまあほとんどでで一部2割かな2割ぐらいがその農業法人に勤めるっていうそのサラリーマン型の農業を始める人たちで6万人のうちの2,000人とか3,000人とかっていうその限られた少数の人たちがいわゆる新規参入者っていって広家の人たちが農業の道に入っていくいう。 っていう人たちなんで,すよでまあ平成23年ぐらいまでは大体年間2,000人ぐらいがあいわゆる新規参入者だったんですけどその年以降いわゆる給付金制度年間150万円もらえますよっていうような制度が始まってからはこの2,000人が3,000人ぐらいに膨れてそれがまあ最近までずっと推移してるんですけど言っても。 6万人のうちの2,000人が3,000人だったっていう話でそんんななでもないんでもいすよね。だから、まあ、そのいわゆる新規参入者実家が農家じゃない人たちっていうのは本当に少数で、まあ、少数だからこそ目立つっていう部分もありますけどその人たちっていうのはあの大多数の農家 新規就農者とと比べるとやっぱり不利な条件でスタートせざるを得ないっていう部分が結構ありますので今回そのあたりについてちょっと詳しく話をしてみたいと思いますじゃあまずいわゆる小せがれ農家というか実家が農家の場合にどんなメリットがあるかっていうことを考えていきたいんですけどもこれはですね、まあ、まあせっかくなんでホワイトボードを使いますけどもともと実家が農家っていうことは土地がありますよね。 まあ、農地がすでに所有しているものがあってそれを引き継ぐことができますよねで栽培技術についてもまあ親がやっていて同じものを栽培する生産していくんであればその技術を受け継ぐことはもちろんできますその土地に合ったその気候に合った栽培の仕方っていうのももちろんありますし品目によってもちろん技術の差っていうのは生まれますので。 技術を学べるる場がすでにあるっていうのはやっぱり大きいいと思いますで売り先についてももちろんもともとその農家さんが農協出荷しているんであればそこはもう販路として開拓されているわけですし、まあ、農協じゃなくてもすでに出荷先がある状態で営農を続けているんであればそれを引き継げるっていうのは販路も引き継げるっていうことになりますので。 この辺もやっぱり持っててるものとしてはすごく有利なんで,すよでまあ土地があればもちろんインフラというか設備もあって、まあ、出荷場がもうすでにあるとか機械類が全て揃ってる状態すでに営農してるわけですからで始められるっていうインフラがすでに整っているっていうメリットありますよね。 でまあ、技術とか販路に関係してすでに経験を持っている人要は親から学ぶことができるっていうのもこれはメリットだと思います。で、まあ、農地もそうですし設備があるということは最初に初期投資があまりかけなくてもいいっていうふうに見て取ることもできるわけで。 あの最初にドーンと大きな投資をしなくても新しく事業をスタートできるっていうのはすごいメリットだと思います。で、今こうやって挙げててもしかしたら気づいた方いらっしゃると思うんですけど私がよく言っている、まあ、脱サラをしてその新規収納をするときに必要な5つの要素ありますよっていう話していると思うんですけどこれもろ当てはまるんですよ。あのよく言ってるのは まあ、農地とか設備みたいな、まあ、インフラが必要ですよで栽培技術も必要ですよもちろん売り先がないとなかなかスタートするときに大変ですよで貯金も、まあ、ある程度資金が必要ですよで、まあ、いわゆる商売の経験みたいなものもないとなかなか新規収納するの大変ですよ。 っていうこの5つが必要ですよってよく言ってるんですけどこれ比べててみるるともろ当てはまるんですよだからいわゆる小せがれ農家実家が農家でそこに入って農業を始めるっていう場合揃えなきゃいけないもの全て最初から揃ってるっていう話なのでまあどっかでサラリーマンやってて別の仕事業界にいて勤めてて。 いきなりよし始めようと思って実家に帰ったらいきなり始められちゃうんですよしかも有利にまあ有利にというかこれが当たり前の世界なので農業はむしろこれらが全部ない状態でゼロからスタートしなきゃいけないっていうその新規参入者って言われてる3,000人の人たちはやっぱり相当大変だなっていうふうなのはこうやって改めて見てみるとすごくよくわかると思います こういったあのいわゆる世襲をしていくっていう話は別に農業に限った話ではなくて例えば芸能人とかもそうですし国会議員とかでも2世議員3世議員っているじゃないですか。芸能界にもやっぱり2世、世ののタレントいいうものがいて、それはやっぱり親の持ってるものを引き継いだ方が有利だからなんですね。有利だからこそ、 まあ入りやすいし生き残りやすいっていう部分があってあの今挙げた国会議員の話でいうとこれまあよく言われる話ですけどあのいわゆる2世議員っていうのは2世議員3世議員っていうのは3つの番3番を持ってるって言われてるんですよ。一つは地盤 これは要は講演会ってありますよねあの支援してくれる団体それを親が持ってる講演会を引き継げる要は表をまとまって最初っからポンって受け継ぐことができるっていうまあ盤1つ目の番があって2つ目が看板これはまあ知名度ですね 親がその場所でその土地で知名度を持ってるからあ,あそこの息子さんだったらっていうことでやっぱり票が入りやすいっていうこともありますので最初っからですで。もう一つがカバン。これはまあお金ですね当然お金をまあ集めやすいっていうのもあるし親がまあ,ある程度持ってたりとかして まあ最初からこれがあったりするので地盤看板カバンこの3つ3番を持ってるから2世議員3世議員っていうのはその若いうちから当選しやすいとかっていうことが割と言われてるんですねだからこれまあ多分あの芸能界でも同じだと思いますこういう3つの番みたいなものがやっぱりあるので。 まあ入り込みやすいっていうところがあって農業でもやっぱりそういうアドバンテージがあるので小せがれ農家二世農家三世農家っていうのはまあ入りやすいで長く続けやすいっていうまあ条件が整ってるわけですよ。ただこれじゃあそのいわゆる小せがれ農家ってメリットしかないのかっていうとそんなこともなくて。 もうこれメリットしかなかったら僕らみたいなその新規参入者はもうどうしたらいいのっていう話になっちゃうんですけどそのいわゆる新規参入者にはじゃあどんなメリットがあるのかっていう話を最後に、まあ、救いの手的な感じですけどそれだけちょっとお伝えしておきたくてこれはですね まあほぼ一つしかないです自由ですこれしかないって言ってもいいかもしれないですけどその親が稲作米やってるからじゃあ自分が農業を始めようと思った時にはその稲作を選択せざるを得ない先ほどの有利な条件いくつかあるのを全部生かそうと思ったら米農家になった方がいいわけですよこれ逆に言うとそこに制約があるわけで。 まあ親が儲かってないのをそのまま引き継ぐっていうのはデメリットになっちゃいますけどうん,なんか例えば自分でどこどこで収納したいこういう地域でこういう環境の中で農業がやりたいと思った時にまあ親があそこでやってるからまあしょうがない農業始めるならそこかなっていうふうに自由がないんですね。 あの新規参入者っていうのはその辺一切制約がないですからどこでやろうが何作ろうがどうやって売っていこうが全然関係なくて全部好ききなよようにででるわけですよだからそこが唯一自由であるっていうところがいわゆる、まあ、脱サラ組というか新規で参入する人たちの大きなメリットになりますのでこれをまあ逆に捉えるなら。 全体としてみればこせがれ農家にはやっぱり圧倒的な差がスタート時点で圧倒的な差がつくのは間違いないのでこの自分でやりたいようにできるっていうことをやっぱり生かさないと新規で参入する何も持ってない人たちが参入するメリットがもう一切なくなってしまいますので新しく実家農家じゃないけど農業やってみようかなって思ってる人たちは。 自由であるっていうところをしっかりと頭に入れてもらってこのメリットをもう前面にどんどん出していけるようなやり方をしていってほしいなと思います。